はい、じゃあ今からシャンプーします。で、あのボイラーから近いしね。あ、そういうことな。このすぐ裏にあるから。へえ。やっぱりボイラーから遠いとどうしても水量が違う。あ、そういうことなんだ、うん、へえ、すごい量だなっていつも思うよ。そうそう、よかったよかった、いろいろ情報を教えてもらって、うん、中之島はでも面白そうなとこ ね。 そうだね。あの新聞なんかにもさよく出るよね、はい、あのビエンナーレとかさ。あ、そうですね、ね、うん、シャンプー終わりました。